お笑いの世界は常に進化しており、新しい才能が次々と登場しています。サカンブリ名声の小品が41年のキャリアをペツベテラン芸人に対して繰り出した痛烈なディスが話題を呼んでいます。彼の発言はただの批判にとどまらず、若手芸人としての視点から過去の実態と現状のズレを突き処理にしています。今回の YouTube 動画では、フェンドが出るほどおもんないと直球の言葉べでディスの対象となったのはカモンタツオ。クフィンは若かりし頃に彼のコントハンバーガーショップに触れ、その面白さを一度は認めたと語りますが、今では全く受け入れられないと強調します。このようにかつては新月らせたコントが今や過去の遺産として処たせたことを語る姿勢には厳しい現実が据んでいます。クフィンの思いは若い世代の感性が変わりつつあることを入試に示しています。彼は彼から牛乳レーガハンと聞き、ヘントが出るほどおもんなかったと発言することで、時代とともに変わるお笑いの要素や観客の自業の違いを痛感させます。それでもコフィンはリスペクトのトネンをポチ、実際はありますからねと過去の攻撃を否定しません。このようなディスカッションはお笑い世代における時代間のギャップを突きつりにし、新旧交代の難しさを物語っています。芸人たちは時代に修行しなければならず、視聴者もまた異なる笑いのスタイルを受け入れなければならないのです。クフィンの厳しい言葉は単なる攻撃ではなく、進化に向けたサインでもあり、老母芸人にも新たな挑戦が求められていることを暗示しています。こうした話題は視聴者に笑いの本質や芸人たちの苦悩、成長を考えさせる機会でもあります。お笑いは単なる娯楽だけでなく、社会の神でもあるからこそ多様な視点が必要とされます。今後もコフィンのような若手芸人による新しい風がお笑い業界にもたらす変化に注目が集まることでしょう。ネットの声、その盛大ブームになってそれきりにならず、今でも同じように仕事をしていける、それがどれだけついことか理解できんらしい。クフィンも40年後おしょろいかどうか楽しみだな。もうそこそこ飽きられてるけど大丈夫か。時代的に小学生の頃でしたが、カモンダイフの替えかメドレーは3まで全部 CD 持ってたし、だいたい周りもみんな持ってましたね。だからと言いに行って当時特に面白いとは思わなかったし、たまたま小学生の間で流行った曲の一つって印象ですかね。誰もカモンダイフのことをクフィンのやうお笑い的な面白さの人だとは思ってなかったと思うな。ご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録もお願いします。みなんこ。